8時間やってますから。すげえ。いや本当に。今日します。どうだいです。Hello there! 始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、トイック800点プロジェクト、はい、ビジョンくんのですね、いよいよ5月の結果発表をしたいと思いますね。はい、ね。結構ね、待ち望んでた人たちもいたようで。あのね、嬉しいことにコメント欄にも、はい、ね、ライブにもいっぱい書いてくれて、はい、ありがとうございます。ですが、まず、はい、5月までにどんだけ5月の勉強したかっていう。5月までは、そうです。あのもう、ここにバーって参考書載っけといてください。はい。これ全部やりました。全部やって、まあ、あとちょっとメンタルがね、こう下がりつつも、そうもうぶっちゃけあの平日は4時間で、休日は8時間ぐらいやってくださいみたいな話あったじゃないですか。今平日8時間やってますから。すげえ。いや本当に、俺多分受験勉強、西さんごめんなさい。あの受験勉強の時から日になんないぐらい勉強してます本当に。毎朝 5時半とか5時とかに起きて、で会社結構自由なんで、10時とかに過ぎて全然大丈夫なんで、10時だから朝4時間とか、4時間は行ってないか、まあ、3時間半ぐらいやって、ご飯食べて風呂入って会社行って、で8時ぐらいに帰ってきて、そこから12時とかまでって、7時間半とか行ってるんですよね。偉い。8時間とか。青春。青春いや青春でも本当に俺だからみんなの飲み会を断って映画も我慢し今でももう本当もう今こんなことやってるんだよって言ったらみんな頑張って頑張ってって言ってくれてもう泣きながら言われてますよ。やばいっちゅうごめんなーとか言ってうーとか言ってリスニングでえいとか言って聞きましたーとか言ってやってますよ本当に。ってことで休日はどれくらいやってるの。いや休日、いやだからそのもう本当にサスクが多すぎて、例えば、ね、じゃあ特急じゃあワンセクション見ましょうってなったら、もうそれだけでやっぱ復習して答え合わせして、ああ、こんな単語あったなってなったら、1時間ですよ、これで。だから先生は最初、本当3時間平日やって、休日は5、6時間やりましょうみたいな話してるんですけど、でその後僕、自分でノルマ上げたじゃないですか、はい、平日4時間やって、休日8時間やってますよみたいな、もう冗談じゃない、時間がない、本当に。時間がないから、もうだからもうリス文法1時間、リスニング2時間。で長文問題何問か解いて、うん、あの例えばリーディングの公式問題集、ワンセクション解いて回答したらもうあれで1時間半でしょ。そうそうそうってなってどんどんやってると平日も8時間とか 6時間とか8時間とか平気でやってますもん。あなるほどね。休日なんか13時間とかしてますよ。わだから本当にやっぱりやってるとねもうなんかあんまりもうルーティンになってるからそう、ね、もうそれが当たり前みたいな普通だしやらないとやばいしっていうもう焦りといい、ね、いいじゃないですかその受験生感覚受験生もう受験生の時やってますからねすごいまあだから僕も進化したっていうことなのかなっていうのを西さんに言いたいごめんなさいって言ってすいませんでした。でも頑張ってちょっとそう、まあ、頑張ってる感じもしないんですけどもやらないとっていう感じもねもういやまあまあそういう、 そう受験生もねそうなってほしいからね普通のねそうやってるのが当たり前になるっていうのが重要、まあ、自分自身もそうだったんで受験生の時、ね、やってるのが当たり前でしょうか、ね、やっぱやる目的があるのと、ね、そのやる動機になるじゃないですか、ね、やっぱりそこをやっぱりこうねみんな持たないとこういう、まあ、テストに限らず何か目標を達するっていうのは大変だなって思いますね、うん、なるほどね、うん、じゃあ早速結果を見ていきましょう。はい、ね、はい、これはオープンアップあ、待ってください。今回の目標、そうだ。あ、そうだった。あれ、目標680って言ったんですよね、俺は。でしたっけ？全然覚えてない。でも、650は最低でも行きましょうっていう話。そんな話した？全然覚えてないけど。そうですよ。620とかって言ったら、そんなんでいいんですかみたいな。あ、なんかそんなんダメだ。そしたら、じゃあ680でって言って。まあ、はい、じゃあ。そうです。開けますよ、それで。はい、600。本当に。できたんですか。いやこの瞬間が一番今あの利益が出そう本当にいつもそうこの瞬間本当ちょっと辛いんですよねマジで。そうでも点数見る前にまずあの、はい、あれを隠します。あちょっと住所隠してもらってでも本当にもうこのトイックの企画が終わったらもうマジでやりたいこといっぱいあるんでそれみんなとやっていきたいと思います。英語関連ですよし、はい、ではいきますね。行きました。じゃあ行きましょう。ああなるほどね。あ、汗でやばいやばいやばい、脈拍がやばい、脈拍がよし、結果はさあ、まーす来い発表します。どうぞまた見えないよいしょ、あれまた見えないということで、はい、結果は665点ですね。よいしょあ、待って、665…まあ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 、あれちょっと待ってそんなに喜ぶ、80いってないよ。685だと思った。違う、入ってこなかった、今665ですね。665うん、ああまああれ前回なんていうの500言うのが555前回55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 5
力の限り知らないか。待って、力の限り何やってんの、意味わからんけど。ええ、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 555で、で110点上がったんですけど、そうですね。だから600の壁超えれば、まあだリスニングの方が高いっていうのもですね、そう、そう、理想ですから、はい、リスニングでも30点しか上がってないですね。あ、そうなの。ちょっとじゃあ正答率、ね、とりあえずアニメを見てみて、はい、じゃん、はい、マジですか。この辺のことをカウンセリング的にやっていきたいと思いますね。まずですね、おお、やったじゃないですか、リスニング全部じゃないや、一つ除いて、一つ除いて平均を超えましたね。だからほら、短い、これパート2ですよ、絶対パート2にとかの、でも詳細が理解できるだから取れなきゃいけないやつじゃん。だってこれ平均82で、あれ、これパート2ですよね、これね。そうそう、パート1とパート2で、だって平均82で80だから。え、今回難しかったんですよ。取れなきゃダメだよ、みんなやばくね、82とか。だって平均高い、これ73、69、82、72、60。なんでこんな高いの、みんな。で、まあ一番難しいのがやっぱね、このそう、パート2はこのやっぱ暗示が。ん？ああ、あれですね。あの、変化球。はい、変化球、変化球ね。平均は超えたから。あとちょ、まだだな。まだですね。理想的にあと100点。だって400-400じゃなきゃダメなんですよね。400-400は取れないから、まず。あ、無理。無理だから400-430-40を目指してほしいんで。なるほど、なるほど。リスニングはあと100を目指してあげるのを目指さなきゃいけない。100か、うん。だってどう考えてもリーディングの方が穴だらけでしょ、こういう。やっぱリーディング難しいんだ。リーディングの方が取れないんですよ、どう考えたって。だからリーディングで400っていうのは相当難しいんで、はい、でも平均が全然違うじゃないですか、リスニングとリーディングの。本当だ、確かにこっち50とか40とかありますよね。49、56、51、58、56、56とは平均が全然違うんで。なるほど、なるほど。なので、そうか、じゃあやっぱはるかにリスニングのが取りやすいっていう、でそう、みんなが取ってるところを落とさずで、いかに稼ぐかっていう、そういうことなんですよ、ね、だから確実に取れるように。で、ただちょっと問題なのは、今回は文法が平均を下回ってるっていうのがですね、めちゃまずいでしょう。なんだろう、そんな受験英語ガチガチでやってきた人が、マジっすか、文法で取れないとかやばいでしょう。あれ、文法を超えないといけないよね。何が、てかこれ、あれだって今まで平均超えてたやつですね。超えてたでしょ。そうそう、語彙と文法って、そう、そうですよ、文法で取れないといただけないな、うん、はい。で、じゃあ、まあそうですね、なんでそこをちょっと上げる練習、あ、デルセンな、もうデルセンをやるしかないね。デルセン、デル文法っていうやつをテックさんの方ですけど、あと6がでもちょっとやり方間違えたかもしれないです。パート5と7の中間で、うん、なんか7に行くための慣らしの長文やりつつ文法みたいな、そう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 、ね、まあ、そこで多分あの、多分苦手なところが分かったんですよ、でも、ね、今回のテストを受けるまでに、うん、あの前後からこの文章入れるやつ、うん、そうそうそう、それが一番難しい。あ、そう、ディスコースマーカーとか使って、うん、however 飽きたみたいな、うん、であれが多分ちょっとなんか文章にね、あ、文章に、そう、文章に、文章にはなれない、あれをちょっといつも勢いで、勢いじゃダメ、文脈でちゃんと解いて、なんかそう、副詞、あ、きっと、あ、なんか接続詞来たら50年みたいな感じでフュってやってたからっていうのを気づいた。そんなダメ、それ、あ、ダメだと思って、ちゃんとこれその全文があって、とあと文挿入の文4つ分もちゃんと読まなきゃいけない。そう、当たり前消去法で解く時多いんですから、っていうのを今回5月のテスト終わってから6月昨日受けるまでですよね、に、あ、ダメだ、読まないとって、このパート6というのは、そう、全文プラスこの4本まで加えた文章だっていうのに気づいたんです。文章じゃないけど、そうそうそう、文章じゃないけど、文章と問題だっていうことに気づいたの。ほら、これ成長じゃないですか。成長してる、成長してる。ちょっと言い訳じゃないけど、うん、なんかリスニングスランプ入ったかもしれない。スランプなんかない、ないないスランプなどない、なんかスランプは言い訳である。パート公式5が出てます、第5だら、そう、第5弾ですね、出てるんで、そちらをやってもらおうと思いますんで、ね、この厚さ、厚さが尋常じゃなくないですか、これ、はい、これ、はい、なんか、これなんすか、これも公式の問題、へぇ、はい、これ、あ、リスニングとリーディングで、はい、ちゃんとあって何回分ですか、5回分、なるほど、いや、韓国語は読めないから、まあ、とりあえず解くだけ一生懸命、そう、解くだけ、まあ、これだけ問題やりゃ800が逆におかしいみたいな、行かなきゃねっていう、やってもらいますので、あ、なんなかった、やべえ、はいですね、ぜひですね、期待してもらおうかな、はい、超えなかったらね、その分、点数分、私の本買ういいっすよ、いいっすよ、買うし、バンジーもやるし、うん、
まあやらないですよ。バンジーね。やらないし買わないし。いや絶対俺は買わない。そう。ですね、次回に期待しながらですね。はい、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.